はい、What's up、哲也です。いつもご視聴いただきありがとうございます。今日は自民総裁選、高市 VS 美中派の戦いというテーマでお話したいと思います。まあ、今回は特にね、投開票まであと4週間を切った自民総裁選の争点の一つとも言うべき候補者の対中姿勢に焦点を当てて考えてみます。まあ、最近ですね、日本の国際的な立場や安全保障に関するいろんなニュースが話題になってますよね。まあ、特に中国による領空領海侵犯の問題は深刻ですね。8月26日、中国軍の YQ 情報収集機が長崎県の男女群島沖で日本領空を約2分間侵犯したというんですね。これは中国軍の、軍用機による初めての領空侵犯であり、日本にとって極めて深刻な脅威であるとともに、日本の、主権に対する重大な挑戦でもあるわけですよね。しかし日本政府の対応は案の定というべきかですね、非常に物足りないものですよ。日本の外務省は岡野正隆外務事務次官が志英在京中国臨時代理大使を外務省に招致し、一応厳重抗議を行い再発防止を求めたということらしいんですけどね。中国側の反応を見てると完全に馬耳東風って感じですよ。中国の外務省はいかなる国の領空にも侵入するつもりはないなどと悪びれることもなく平然と突っぱねたようですからね。つまり恋じゃないよと、たまたまそうなっただけだよ、気にするなみたいな感じですよね。しかし中国の偵察機が、故障したという形跡もなくですね、航路を見るとですね、長方形の形でじっくりと旋回している感じなのでね、どう考えても確信犯、つまり意図的としか考えられないんですよね。あなたはどう思いますか？ところで一般に領空侵犯は領海侵犯よりはるかに深刻な事態と受け止められるものなんですよね。なぜなら航空機は迅速に移動でき、直接的な軍事的脅威をもたらすため、領空侵犯は即座に国家の安全を脅かすことになるからなんですね。仮に爆撃機が領空侵犯して日本の空域に入ってきてすぐ原爆を落としたらどうなりますか？ちょっと極端ですけど、一瞬にして数十万人、最近の原爆は非常に威力が高いですからね、数百万人、場所によっては大都会だったら数百万人もの向こうの民の命がですよ、奪われることもないとは言えないわけですよね。そうなったらもう取り返しがつきませんからね。だからこそ領空侵犯は国家主権の明確な侵害とされ、許可なしに他国の領空に侵入することは極めて重大な事件として扱われるわけですよ。通常こちら側がスクランブル発進し、信号弾を発射するなどして警告し、従わなければ侵犯機は撃墜しても構わないとされてるんですよ。というかこれが世界の常識なんですね。それと今回領空侵犯が行われたのは長崎県の男女群島沖上空であり、尖閣とは異なって中国側も日本の領空と認める空域であることから事態は一層深刻だと考えられるわけですよね。にもかかわらず日本政府の対応は臨時代理大使への通り一遍の抗議のみの風炭ぬるいものでしたね。大体臨時代理大使って何なんですかね。正式な大使がいなかったので臨時大使を、でもそれに代理がついてますからね、臨時大使の代理ってことよくわからないですね。適当な下っ端に適当な肩書きをつけて言っとけみたいな感じで、送り出したような感じがしてならないんですけど、違いますかね当然そんなことでは根本的には解決には至らず、多くの国民が政府の甘くずさんな対応にちょっと不安を感じてるんですよ。僕もその一人ですけどね。しかもさらに腹立たしいのはこの中国機による領空侵犯事件が起きた日、これは8月26日ですけれども、その翌日の27日にはなんと二階俊博氏を会長とする
日中友好議連がのこのこと中国を訪問したということなんですよね。普通これだけの大事件を引き起こした国への、ね、国会議員団の訪問というのは、まあ、一旦中止するというのがまあ普通だと思いますよ。そうすべきでしょう、どう考えてもね。まあ、普通の国の政治家ならね、そうすると思いますけどね。まあ、そうしないとね、中国側に誤ったメッセージを与えることになりますからね。まあ、日本は抗議とは言っても結局口先だけなんだなとね、まあ思われるじゃないですか、このままではね。実際中国に行った二階さんらもですね、誠に遺憾なことではありますみたいなことをね、ボソボソと言っただけだったそうですよ。相手はね、蚊に刺されるほどの痛みも痒みも感じなかったんじゃないでしょうか。だってね、その後ね、なんと日本の子どもたちと中国の子どもたちを互いの国に修学旅行させましょうよなどと、とんでもない提案をね、日本側から持ち出したっていうんですから呆れますよね。この点に関して保守系のミュージシャンの世良正則さんはこうポストしていました。先日の領空侵犯に対し抗議してもすぐに領海侵入を繰り返す、領空侵犯されながら訪中した国会議員は両国間で修学旅行を推進しようという話をしてきたようだ。こんな国はないとね。本当ですね、そう言いたくなりますよね。僕もその報道に接してね、怒りが収まらず次のようにポストしましたよ。領空侵犯して謝罪もせず悪質な領海侵入を繰り返す国に、なぜ我々の子どもたちを修学旅行に連れて行かなきゃならないんだ。日本の政治家ならまず不当拘束された日本人を取り戻してこいとね、ちょっと乱暴な言葉遣いになってますけどね、それぐらいのね、やっぱり怒りを僕は感じたってことなんですよね。またね、三浦貴子さんも最近日本でもね、子どもの誘拐が増えていることを踏まえてね、次のようにポストしています。誘拐の目的が金品ではなく臓器、中国は臓器移植における先進国とテレビでも囃されているのを見たことがあるが、実際は臓器強盗によるドナーの多さ、ウイグル人は臓器のいけすに入れられている状態だ。この国へ日本の子どもたちを修学旅行に行かせようとする政治家は頭がおかしいとね。本当そうですね。まあ、中国ではですね、まあ、日本でもなんか怒ってるかもしれないんですけど、子どもたちがさらわれるっていうんですね。本当にね、ちょっとした隙にバッと車に押し込められたりね、まあね、なんかこう道を聞くふりなどをしてね、ちょっと教えてくれるとか言って、そしてね、睡眠薬をね、なんていうかな、嗅がせるっていうんですね。そしたらフラフラフラとして歩けなくなるじゃないですかね。そうすると別の男かなんか来てね、抱っこして連れてくんですよ、車に押し込んでね。そして何をするかって言ったら、これが残酷ですよ。そのままですね、臓器を取るんですよ。子供はもちろん死にますよ、ね、そして、まあ、お金持ちのね、臓器を欲しがっている子供たちに臓器を提供することになるということですよね。えものすごい残酷なことが起こってるんですよ。中国ではね、子供たちがね、さらわれることが非常に多い。これからはですね、日本でも子供たちのね、行方不明っていうのは増えると思いますよ。こういう中国人がね、多分入ってきてると思うんでね、まあ、日本人の臓器は子供たちの臓器は非常にいいというようなことも言われてるようですよ。だからね、本当ね、恐ろしいですよね。あなたはどうお考えでしょうかね。このようなまあ、だらしない対応というか、頭のおかしい対応がですね、今後同様の事件をね、頻回に引き起こすことにつながりかねません。同様の事件というのは、まあ、要するに領空侵犯、領海侵犯ですよね。尖閣への、ね、領海侵入が今こうして連日のように繰り返されているじゃないですか。それはね、そうした最初の対応の甘さに起因している面がね、非常に大きいと僕は考えています。まあ、実際ね、この領空侵犯のわずか5日後ね、中国海軍の測量船が鹿児島県口良部島南西の領海に侵入し、その後2時間近くにわたって日本の領海を航行していましたからね。まあ本当舐められっぱなしですよね。ところで中国側が今回あえて領空侵犯や領海侵入をした目的とは一体何なんでしょうかね。僕はその主な目的の一つはね、岸田総理が総裁選に出馬しないと決断し、いわばレームダック、死にたいとなっている中で、日本側がどのような対応をしてくるのか、さらにはですね、
次期総裁候補たちがどのような反応を示すのかを試そうとしたのではないかと見ているんですね。この点ジャーナリストの長谷川幸宏氏は自民党総裁選を見据えて中国側が総裁候補を値踏みしてきたのであり目に見えない日本侵略が始まったと指摘しています。これザクザクの8月31日付の寄稿ですよね。その中でそのように指摘しているんですね。このような状況の中で次期自民党総裁選に目を向けるとね真にね日本の安全を守ることができるリーダーが誰なのかという疑問がね、浮かび上がってくるんですよ。はっきり言ってしまうと高市早苗候補だけがいわば孤軍奮闘中国に対して毅然たる態度を示しているようですよ。そこでねここからその点についてね、ぜひ深掘りしてみたいと思うんですけれども、今からそこに立ち入るとまた例によってですね動画の尺が長くなりすぎてしまうので、続きは次の動画で詳しくねお話したいと思います。ぜひ引き続きご覧くださいね。